それではお待たせいたしました。それではいよいよ第3試合を行いたいと思います。第3試合はスーパースイートファイターズ X でございます。実況は引き続き吉尾さんにお願いいたします。はい、吉尾です。よろしくお願いいたします。そして、小本さんにもお越しいただいております。よろしくお願いします。はい、やっぱね、X は今回ね、大物解説ということで、よろしくお願いいたします。もうとんでもないです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは早速第3試合の選手入場していただきましょう。まずはアニケン選手とオトチュン選手でございますよ。さあ、そしてヤヤ選手、サソリ選手の入場です。さあ、それでは吉尾さんに意気込みの方を聞いていただきましょうか。では、関東方面から お願いします。はい、今日はこんな時に呼んでいただきましてありがとうございました。関西のアニケンさんとオドチュンさんとあんまり対戦したことないんですけど、まあ、いい機会なんで、お坊さん の肩の荷を下ろせるように頑張りたいと思います。まあ今日、まあ、昔から尊敬してるアニケンさんとオトチュンさんに、まあ、挑戦させていただけるということで、もうね、頑張って練習したんでね、うん、じゃあちょっと頑張っていきたいと思います。あ、どうも、オトチュンです。関西から来ました。あ、普段からね、このヤヤ選手にはもうね、本当にもうこのヒドラとかね、もうブロンズだとか増評とか言われてるんでね、この場を借りてそのね、こう恩返ししたいなと、見てくれた人になんだよブロンズに負けてんじゃねえかと言わしたいと思いますんで、皆さん応援よろしくお願いします。はい、オトチュンじゃなくてアニケンと申します。よろしくお願いします。一応リアル双子でストスをしているもんですから、切磋琢磨してきたんで、ここで、力を合わせてですね、まあ、オゴー君、サソリ君というチームに勝つだけじゃなくてですね、スト2っていうものが、まあ、いいゲーム、もっと楽しめるよっていうゲームにっていうことを証明できるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なお、本放送はですね、この第3試合の途中から、会員限定放送へと切り替わります。この機会にご入会いただきまして、歴戦の猛者たちの戦いを最後までお楽しみください。はい、そうですね、ちょっとルールなんですが、ちょっとこの試合だけ特別にしたくてですね、はい、これ本人たちの了解もちろん得てまして、1P が 2P がですね、一戦のことを入れ替えるという形にしたいということで、今両者の、了承済みですと、はいはい、で今、どっちを先にやるかというのをじゃんけんで決めましたというところですね。はい、で、その他ですね、いつも通り3ラウンド制2ラウンド選手で、一先は佐々木ツオンを先に参照した方が勝利になりますと。はい、レバーボタンの不具合とかあった場合は即時申告していただいて、一度試合を中断し新たに再試合とさせていただきますと。はい、はい、先ほどネタを説明しますとですね、このように非常に、セイントセイヤというものが大好きでして常日頃ですね、比喩してですね、ゴールドだ、ブロンズだ、プラチナだっていうのを言ってる中でございます。まあ彼らは60超えても言ってるでしょうね、まあまあそういうネタが、ね、ありましたというところで、はい、では、準備できたらスタートボタンを押してください。よろしくお願いします。さあ、まあ、アニケンさん、オトチュンさんといえばね、もう、関西の代表 X 選手ということで、さあ、音がちょっと大丈夫でしょうかというところですかね。さあ、見ていきましょう。 1P 側がアニケン選手、 2P 側がサソリ選手の龍拳対決になりました。はい、よろしくお願いします。開幕の頃忘れちゃいましたね、失礼しました
さあ掴んだのはアニケン選手。ここで竜巻からの昇竜攻め。さあ剣は昇竜拳の隙が非常に少ないので2択で昇竜拳を使っていくことが現実的な範囲です。さあ見ていくぞ、詐欺飛びから昇竜打ち返していきましたが、ここは一歩待っておりました。1ラウンド目はアニケン選手。さあ2ラウンド目開幕ファイヤーいきますが、さあ昇竜を追っていくのはアニケン。そして昇竜を重ねていく歩き昇竜でどんどん押していくぞ。さあなんとか画面端を脱出したサソリ流、踏み込み中足で鳩止めるが、飛びがどうだ、これは入らずだが画面端逆にいっている。さあ対空真空ここで出してきた、シャーマミ大キック当たってるが大足押し返し、ファイヤーは気持ちで打っていく。まあ今のは強気の波動ですね。強気でしたね。さあ2人ともお互い全開と見て、そうですね、問題なさそうですが、完全にやりにいってる感じですね。これもうなんか出来上がってる動きですね。さあ開幕飛び道具に対して飛び込んでいくというのが X で、さあ昇竜すかして画面端というところ、しかし大パン竜巻大足投げ返す、しかもパンチありでしたね今。さあ波動を打ち返すが、もう竜のゲージが溜まっている。そうですね、まああの体力差があって竜側が進行波動を持ってるってなると、ね、まあ冒険側はちょっとおつやですね。かなり開幕いったのがもう功を奏したと、そうですね、形でしたね。さあちょっと先ほど功労忘れてしまったので、すみません次よろしくお願いしますね。皆さん盛り上がりお願いします、すみません、さあ漫画でも大人気梅原さんの師匠と言われるややサガット出てまいりました。対するはスト2最強のプレイヤーとも言われるオトチュン選手です。さあワンピーガーがオトチュン選手、チュンリー、ツーピーガーややサガット、よろしくお願いしまーす。まあこの対戦はかなりキャラ差がある対戦ですね。相当きついですね、はい、まあ8-2レベルと言っても過言じゃないっていう感じなんで、でも私言ったんですが、かなり、ややさんは強気にまあ、3.5 ぐらいで済むというような、まあないねことを言っておりましたが、もうこうなると基本的にはやっぱりタイガーショットが打てないので、しかも割と玉抜けが難しいチュンリーの戦列ですが、サガットの下タイガーは比較的簡単にそうですね、やれるというのが非常にきつい。まあきついですねこれは。さあもうゲージさえ溜まってしまえばほぼおつや、そこまでにリードしていかなきゃいけないんですが、これでもうきついですからね。そうですね、この時点でもきついですからね。そしてあの一番遠距離の対空もですね、アパカが届かないので、割と端々ではチュンリ飛んでいいと。そうですね、しかも下タイガー打ってる時には一方的に当たるというですね、かなり難しい。おっと上りの垂直大キックで押し返したが、さあどうだ、ここの空対空漫画でも見せてた場面だ。ただまだそうですね、ドセンターだったらこういうこともあります。かなり、ね、落ち着いて戦う。おお飛びを合わせていく。さあ開幕飛び道具はちょっと強気にいったと。そうですね、開幕タイガーショットはかなり強気な行動ですね。さあオトチュン選手はちょっとスロースターターだというのが唯一の弱点と言われているそうですね、とこですが、まあ今叩いておかないと、今叩いておかないとありますよね。さあしかしもうゲージが溜まってきた、やや差が取りだったか、これでチュンリーが押し返している。ここで対空戦列転生追撃でアパカを当てる、どうだ投げて、さあこれはまだあり得る、ここでダッキックしか入らないのは悲しいところだが、押し返した、どうだゲージが溜まるぞ、しかしこれはもう確実にチュンリー有利ですね、この状態。どうだジェノサイド削りの見せていった、ちょっと戦列が出が、そうですね、ボタン押すのが早かったですね、まあ、タイミング的にちょうどあの2発目のアッパーカットのところに戦列が来たっていう感じなん で、ね、あれおそらくタイミングが違ったら戦列がかかってますよね。あ 2段目のアパカの、2段目は大丈夫ですね、2段目のアパカの途中まで無敵ですから、か結構だ、戦列だと厳しかったかもしれませんね。戦列は本当一瞬なので無敵自体は、まあ、でも今の試合よく勝ちましたね、よく勝ちましたね真面目な話さあ八重さん喜んでいます、八重さん喜んでいます。さあ真面目な話、サガットがチュンリーに勝つのはノジアイでもほとんど見ることができません。まあそうですね、はい、あのレアな映像、レアな映像でしたね、はい、
それほどのキャラさと言われていますが、さあ漫画の通りになりましたね。しかし漫画の通りですね。はい、さあ今度は 1P2P 入れ替えて勝った方が先に先鋒ということでしたが、さあここ変えずいきましたね。そうですね、また龍拳対決かな。これは伝統の兄剣八重も見たかったところではありますが、そうですね、はい、さあ2試合目になります。ガイルステージになって、さあ開幕飛び道具に開幕前シャンプー、ここも勝利を出せ、ピオリティですからね。さあここで飛び込んでいく、重ね中はしたが、さあしゃがみ中盤重ねは勝利をすかすことができます。しかし前ジャンプを当てているのがサソリ龍、どうだ、ここはさすがにバックジャンプ、これはちょっとジャックを出してしまったというところですか。よくと真空を合わせていきました。歩き昇竜槍には来ているが、とっとだ、ここでファイヤー、竜のファイヤーはダウン付きというすごい性能、ファイヤーで押し返せ。さあ昇竜2回目、この画面発射非常にきつい、大足に大足大足、あと投げたぞ、投げ返しが決まっている、いやーしかし踏み込み中キック、ちょっと画面を通じて兄貴はちょっと緊張してますね、これ明らかに緊張してますかね、ちょっと前に前にという、そうですね、前に前にというコーナー見れますが、ちょっと裏手になってしまっているというんですかね。さあどうでしょう、永瀬の盟友としてオトチュンさんは落ち着いてますでしょうか。そうですね、まあ ここからが強いというか、うまあいつでも強いんですけど、やっぱり一回負けるとちょっと目が覚める系の、はい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 、まあ人なの で、ね、ここからかなり厳しいんじゃないかなと。オトチュンさんの一回負けていい大会はほぼほぼ優勝してますね。そうですね、その後は必ず優勝するようなそうですよね。さあ今度は 1P 側ややサガット、 2P 側オトチュンチュンリーというところで、おっとタイガーに対して追加体、今のすごいですね、うますぎますね。さあ対空で、さあオトチュンサマーと言われるこの垂直ジャンプ大キック、素晴らしい反応を見せていった。もうゲージが溜まってかなりやることがなくなってしまうとこだ。さあ投げをとりあえずスピバで回避すればダイナミじゃないだろうというところでしたね、うん、まあこれきついですね、ただこれはもうさすがにきつい。タイガーの隙だというかね、やはり判定がでかいんですよね。そうですね、なのでしゃがみ中キックでポスッといってしまう。さあ飛びも今回入れたのがオトチュン選手と、ここでうまく透かしました。さあ X のテンションの隙は着地がゼロフルなので痛いコンボが入りません。一発入れたらそれで良しとすべき技です。さあどうだ、弱タイガーをしっかりと避けている、画面端まで来ているぞ、投げる、どうだ、中機構、これでうまく当てている、タッチ中パンがしっかりヒットしたさあ飛びも合わせればゲージ運用もうまいというところで落とし前が来ましたね。まあね、この次の対戦が龍対チュンリーっていうのは、うん、まあ、これはね結構キャラ的にもいい勝負で、はい、まあ、どちらかというと今回の組み合わせは剣とサガットがいい勝負で、龍とチュンリーがいい勝負っていう感じの、うん、いうところなんで、まあ、勝つとすればその逆をつきたいというところですね。そうですね、うん、さあサソリ対オトチュンは先ほどあまり対戦がと言ってましたが、まあ、確かにね大舞台ではあまり当たってないんですけど、そうですね、まあ、割と遠征時にねかなりがっつりやってるような、そうですね、気はします。さあ投げましたね。そうですね、これただオトチュンが流線うまいんですよね。はい、さあなんとか D さんのおかげで流線はかなりやってるというものは間違いないですが、さあオトチュンさんらしく投げきましたよ。これ返せないと、うわ飛びが入る。さあ3段決めて、どうだ、遠目の飛びは天使を潰していくか、タッチ中キック、いやー、まあ勝負強いところが出ましたね、おとちゃんの。さあ、下がっとけ、もう次はちょっと見せましょうということで。さあ、保守的には 1-1 という形になりましたね。そうですね、うん、さあ、おとちゅんさんがエンジンかかってしまえば相当有利になるというところでございますが、まあこの、ね
あの坂戸健来ましたね。これいい組み合わせですね。ぜひ皆さんに見ていただきたいと。見ていただきたいですね。組み合わせですね。さあしかしステージとしてはダルシムステージ、ね、ちょっと早いステージになりました。残念ながらちょっとダルシムステージっていうのはものすごくスピードが速いので、ちょっとねこの2人の細やかさが出るにはそうですね、はい、いうところですね。さあしかしおっと大工はしっかり出ていたがちょっと前に踏み込みすぎた昇竜重ね。さあしっかりと2位で反撃、2位で反撃しないとダウンが取れないのでここはしっかり出していきたい。空対空して八重坂とが勝っている。絶妙な上が来た。ここで球を打つ。これちょっとあんまりね見てる皆さんわからないと思うんですけど、あの坂戸の下タイガーというのはすごい硬直が長いんですけどね、硬直がしてやられ判定ですね。それを思わせないっていうやられ判定がでかいんですよね。しかしさすがに連チャーすると強いので剣としてはこの前のめりで勝利も混ぜつつ、さあさあしっかりと確認した。壊し重ねてというところ、ヒット確認で連覇をつなげました。さあスト2は連打からはキャンセルできませんが、剣には連キャンというテクニックを使ってスパコンをつなぐことができます。中キックうまい。しっかりと竜巻を落としている。さあ飛びも合わせている。やや坂戸が前に出る形で剣を抑えてますね。そうですね、これはもう完全に坂戸の展開ですね。さあしかしアニケンさんも負けじと波動を打ちまくって前に出ている。竜巻しかしゃがないで立ち台キック抑えた。さあ龍剣は重ね弱したタイガーを、おっとっとどうだ。さあないここはバックジャンプ1回仕切り直して勝利が当たる。さあダイパーをかわしてからいく。おーおーあーどうねじ込んだ。さあダルシムステージ速さもありましたが、そうですね、今のはちょっとアニケンらしい試合ですよね。強気でガンガンいくっていう、あの体力からの連打はちょっとビビりましたね。そうですね、はい、下がったらタイガー2のたまねくなりますからね。そうですね、遠距離で連打は難しいんですが、まさにアニケンさんらしい、はい、アニケンっぽかったですね。逆転の試合でした。さあこれで関西が少し押した形になりましたね。まあちょっとオトチュンがね動きがもうだいぶ戻ってるっぽかったんで、戻ってったのでかなりきついかなと。さあしかし投げ返しました。さあこのゲーム投げは、発生が1フレで出ますので、純粋に投げの返しの精度が、あ今良かったですね。良かったですね、フェイント投げみたいな。さあ龍というキャラは中盤大キック中キック大キックで、ボタンが4つあるので投げ返しが非常に強いというキャラになっております。対するブランコはボタンが1個なので非常に弱いと、非常に残念ですね。残念なキャラになっております、はい、ということですね。あの今みたいなああいうところの対抗がうまいんですよね。音中は中には対抗が難しいんですけど、はいはいはい。そしてさあ気候3段、ここでまた飛んでくるのが途中なんですよね。そうですね、汚いですね、うん、波動拳抜けりゃいいじゃねえかというとこなんですが、ここで石を折りに来るのが途中スタイル。さあしかしサソリリュウも負けておらず、だがさあどうだ、ここは一歩ずれて行くところ、ちょうど裏回りになった。勝利を出すが、さあここはガードになっている。さあオトチュンさん完全にエンジンはかかったという形になりました。オトチュンの顔がちょっと笑ってないっていうです、ね、またケンさんになりました。はい、さあ、今度は関西が先行した形になって、さあチュンリーリュウという形になりました。 1P 側がサソリリュウ、 2P 側がオトチュン選手とチュンリーという形です。さあサソリリュウもこの失った勢いをね前ジャンプとかで取り返すところが、そうですね、非常にサソリっぽいと、やはり強気なんでねサソリ君も。さあ竜巻、これは気候拳が後ろで重なっていましたので、竜巻のわずかな抜け能力で抜けてきました。勝利を早めに出せばところ中段を、ここは滑落でよくたという形、戦列をガードして逆に前ご大ゴスというね、逆の逆の逆みたいな前歩きだけが来ました、ね、裏の裏の裏ぐらいですね、今の来ましたね。さあお互いの性格があってからこその今の駆け引き、
さあ開幕はゲージを貯めつつ、ここで垂直余計を見せると非常に痛い。そうですね、かなりチュンリーが有利な状況ですね。有利な状況。あそこはさ、前に歩いてファイヤーうまく当てている。スピバはアッパーで巻き返して波動で押していきたいが、さあ飛びが合い、おお、バックジャンプ読み替え、今のはさあ、X 業界では最近ユーベガキックというところで、そうですね、はい、通っていますが、おとじょさんも使ってくるんですよね。ええ、結構前から、あ、そうですよね。かなりおとじょさんも使ってるのは私も、存じ上げております。やっぱ強いですね。あれはまあ準備でやる必要があるのかというとちょっとあれですけど、はい、使ってくるとこの今のおられた感、そうですね、おられた感はちょっと発生するようなキックですね。発生しますよね。あれ、またダルシムステージですね。ダルシムになっちゃいましたね。さあ今度は空達を使って少し押し返している形のアニケン選手ですが、さあ飛びも持ってリードを取っているヤヤサガット、アバカ、これは読めていたか。あ、しかし2回目のアバカはすかせ、さあ掴んでアバカを出していく。さあここはジェノサイド、さあアリキ昇竜はこの下タイガーを、ね、刈り取れるというところで、そうですね、今の下タイガー打ってたら昇竜拳当たってるっていうところですね、うん、もう根元ヒットしたぐらいのあれですよね。そうですね、うん、さあどうだ、前に歩いて波動拳、このスタイルがアニケンだが、さあどうだ、飛びも当てていく、これですね、まあ、今のですね、おっと投げに行ったうん、アニケンらしい動きですね。動きましたね。かなりサガットはしかし投げられ判定が少し狭いので、投げるときはちょっと注意がいるという形になります。アパカ、波動重ねにアパカを打ってきました。上タイガーで押し返せ。さあリードはアニケンだぞ、出したいキック。さあしかしどうだ、あえて前ジャンプした。さあ2位でフォローして、ゴア踏み込み台足、しかしここも台足、ここは一旦出て、どうだ、画面端ハードを打ち切る。いやー、まあ強気のハードですね。関西中ということになりました。おめでとうございます。はい、では、ちょっと感想の方を聞いていきましょう。じゃあちょっと負けた方からね、はい、よろしくお願いします。いい試合ばっかりだったんで意外と楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました、本当に今日は、はい、やっぱり兄弟強かったです本当。いや、いやもうゴールドセイントだ。じゃあまた、機会あったら挑戦させていただければと思います。エキシビションだったんですけど、ちょっとこの2人とやるとちょっと燃えてしまって勝ちにこだわってしまいました。でもいい試合ができて、自分の中ではすごく緊張感の中で動けたんで嬉しかったです。ありがとうございました。そうですね、やっぱり本当に緊張してたんですけど、最後の方は割と力を出し切れたと思いますんで、自分自身良かったなと思いますし、これからもね、スト2を長く対戦してくださる方にお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあということで以上、はい、第3試合スーパーストリートファイター 2X2on2 はアニケン選手、オトチュン選手チームの勝利でした。いや、どうですか、駒さん、なんかすごい4プレイヤーの個性出たというか、はい、そうですね、それぞれにやっぱり強気な部分もそうですし、はい、動き自体もやっぱりまあ一先じゃなくてやっぱりいいですよね、 X は三先しないとああいう動きになってなかったですよね。はい、はい、みんなそうですよね、ちょっと勝ちになね、そうですね、寄っちゃう動きになっちゃったかもしれないし、はい、いや非常にこの個性出た素晴らしい試合でした。ありがとうございました。さあそれではこの後第4試合の準備をいたしますので、ここからはゲーム切り替えございますので、10分ほど、視聴者の皆さん10分ほどお待ちいただければと思います。それではまた後ほどお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。